こんにちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市菅原町にございます、2016年7月完成の、セイバリーレジデンスの、1階 1K のお部屋のご紹介をさせていただきます。はい、それでは洋室の方からですね、こちらの方で、ベッドや、テーブルなど置いていただいてくつろいでいただけるスペースとしてお使いいただけますね。はい、こちらの方はですね、キッチンの反対側になっておりまして、棚になっております。こういった形でですね、非常におしゃれな雰囲気のあるところですね。はい、室内の方にはですね、こちら室内物干しがございまして、雨の日などこちらの方で、洗濯物を干すことも可能な、になっております。そしてこちらの方はバルコニーになっておりまして、こちらの方で洗濯物をですね、干していただけるスペースになります。はい、1階部分なのでこちらシャッターついております。防犯面でも安心していただける設備になっておりますね。はい、窓の方はですね、エアガラスを利用しておりますので、外からの音も聞こえづらく、またエアコンも効きやすくなりますので、こちらもありがたいものですね。24時間換気システムということで、こちらそういう機構になっております。エアコンの方ですね、こちら、照明の方もですね、備え付けとなっておりますので、引っ越し後の費用の方も抑えられます。こちらモニタースピンダウンになっておりまして、カラーの色を確認していただけますので、防犯面でもこちらも安心していただける設備です。はい、収納スペースですね。割と広々としております。お洋服もかけていただけるようになっておりまして、こういった棚もございますので、収納しやすいスペースですね。続きまして、キッチンの方ですね。キッチンの方は好みのコンロ2口使えるものになっております。調理スペース、シンクの方と広々としておりまして、こちらシングルレバーになっております。また浄水機能付きのものになっております。ベッド費用お支払いいただきますとご利用いただけます。上の方にはですね、収納スペース、下の方にもございますので、しっかりとお鍋やフライパンの収納していただきます。また反対側のようにですね、冷蔵庫や食器棚などを置いていただけるスペースになっておりますね。はい、こちら給湯器のリモコンになっております。温度設定すぐにしていただきます。廊下に行きますと、こちらの方はウォシュレット付きのお手洗いになっております。はい、そしてこちら玄関と、またシューズボックスですね。高さも変えれるようなシューズボックスになっております。はい、最後にこちら水回りといたしまして、独立洗面台のシャンプードレッサーになっております。その隣には室内洗濯機置き場ですね。この辺りですね、何かかけれるようになっておりまして、こういった棚がね、設けてあるのが非常に便利ですね。はい、奥に入りますと、こちらバスルームになっております。非常に綺麗ですね。こちらもアクセントパネルになっておりまして、おしゃれなバスルームです。上の方には浴室乾燥機ついておりますので、これを洗濯物ですね、干すこともできますし、また追い出し機能もついておりますので、そちらのあたりも嬉しい機能ですね。はい、まだまだご紹介させていただきたいのですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。